どうも、じゃあ篠原です。今回は、めでたくですね、私の、経営しているサービス篠原塾から合格者が出たんで、その合格者の T さんに、感想をお話ししていただきたいと思います。T さん合格おめでとうございます。ありがとうございます。合格したのは、公立の、文系のところで推薦で小論文を使って、で、まあ、ずっとこの1ヶ月ぐらいかな、小論文を見てたんですけど、試験どうでしたか？いや、難しかったんですけど、その塾のやってたので、それも甲斐があってやることができました。ありがとうございます。1週間ぐらい前に試験時間がなんか半分2倍ぐらいいるみたいな状態だったじゃないですか。多分あの1週間が一番きつかったっすよね。多分ね、きつかったですね。相当書いたでしょ、多分ね。相当手が、ちぎれるんじゃないかぐらいね書きましたよね。で、まあ一応そこの回もあって受かってよかったなと思うんですけど、なんか一応篠原塾でその小論文いろいろ、まあ僕指導させてもらって、良かったところとかってありますか？その小論文の、その以外の知識っていうのもいろいろ取り入れてきたので、そのいろんな対応するようになったと思います。なるほど。いろんなことを話したから、まあ、いろんな角度から聞かれても大丈夫になったっていう感じですかね。はい、そんな感じです。逆になんかこういうところもちょっと教えてほしかったとかってありますか？そうですね、まあ、もっと早くこの篠原塾に行っとけばよかったなって、その後悔ぐらいですかね。そうですね、まあ受かったからいいんじゃないですかね受かればオールオッケーですからね。まあそうです、まあ何でしょう、いや最初に比べて多分相当力ついたと僕自身思ってるんで、でまあその結果も出たと思うんで、多分あれっすよね、1ヶ月間ぐらい教えたけど1ヶ月前だと多分受かってなかったよね、多分ね。そうですね、多分受かってなかったと思うんで、まあ僕としてはあの T さんと出会えてよかったなと思ってます。なんかこういう人にこの篠原塾進めたいとかってありますか？その分からないところが、誰にも聞けない人がいるんですけど、人はもうすぐに、乗ってやってもらった方が伸びると思います。ありがとうございます。まあすでに先生とかがいい先生が近くにいる場合だったらいいけど、まあそういう先生がいないんだったら早めの方がいいんじゃないかなっていう感じですかね。はい、そうですね。よかったです、ありがとうございます。ちょっと電波があんまり良くなくてごめんねはい、でまあ T 君これからいろいろ大学で頑張っていろんな勉強してもらえるかなと思うんですけど、ぜひ、まあ、小論でいろいろ話したことっていうのは小論では終わらないことが多いので、ぜひその辺の知識とかを生かして、大学でも夢を叶えてもらえたらいいかなと思います。ぜひ大学でも頑張ってやっていきましょう。はい、ということで、今回は、無事公立の推薦で小論文で、合格した T 君に、お話を伺いました。だいたい偏差値でいうと55ぐらいだよね、あの大学って。ほぼ60です。ほぼ60、はい、ああごめんほぼ60か、めっちゃむずい大学やなごめん、なんかまあまあまあ55以上ということで、ぜひ、そこでもうまくやっていってくれたらいいかなと思います。はい、ということで今回のはこれで以上です。ご視聴ありがとうございました。